こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、こち亀を見ていて非常に面白くってね、無言で笑う動画を出しちゃったんですけども、まあちょっと落ち着いてきたんで、どんな話でね、私が笑ったのかちょっとお話しますね。それはね、コミックス101巻の目覚ましパニックというね、目覚ましパニックという話なんですよ。これはりょうさんが目覚ましのモニターのバイトということで、派出所の中でね、交番の中で目覚ましのジリリンって鳴るやつを、それで起きるかどうかっていう、その目覚ましテストをモニターとしてやるんですよ。このモニターっていうのは1件1万円もらえるって仕事だったんですけども、20数件同時に受けててね、だから1日で20万30万儲けようと思ったんですよね。で、1つ目の目覚ましなんですけども、あのジリリンって鳴ったから起きてスイッチを押して止めようと思ったら、その目覚まし時計が、ね、移動するんですよ。移動するからちょっと起き上がってまた叩きに行かないといけないでしょ。そういった感じでどんどん逃げるんで目が覚めるっていうやつだったんですよね。で、最終的に腹が立ったんでぶっ壊すぞって手を挙げたら、あの目覚まし時計が勝手に壊れるみたいなね、そんなオチがあったわけですけどね。これがまず1個目の時計ですね。で、2つ目の時計はジリリンってなったら、スロットがのバーがあって、そのベルを止めるためにはね、まず目覚まし音を止めるためにはスロットで37出さないといけないんですよ。で、37が出なかったら、大体出ないじゃないですか。出なかったらあのジリリンっていうね、目覚まし音が倍になるみたいな感じで、さらにうるさくなるみたいなね。それを繰り返していって全然当たらないから、どんどんうるさくなって近所迷惑だみたいな感じになったりとかする、そんなのがあったりとかね。それからね、他にもありますよ。あの黒ひげ危機一発みたいな目覚まし時計で、あの剣がね、刺さらないと止まらないみたいなやつとかね。で、極めつけが一番面白かったのがね、私的にはあのあれですよ。目覚まし時計にスタンガンがついてて、ジリリンってなるから起きて、あの目覚ましのボタンを押そうと思ったら電流がバーって流れてきてね、それで起きるみたいな。スイッチにスタンガンが仕込んであるクソ、火花が見えたぞみたいなね感じで、ストーリーの最初から最後まで誰一人笑ってないんですよ。笑顔の描写って一個もないんですよ。みんな危機感を持って、こんな描写でうわーみたいな、やられたみたいな描写ばっかりなんですけども、部長なんて怒ってるしね。で、中川と玲子さん心配してるし、誰一人笑顔のないストーリーが終わって、読者だけが笑顔みたいなね。これがなんかあのコメディみたいですごく面白かったなと。なんかドリフを見てるような感覚ですね、この男は辛いよって。あ、違うわ、あのこち亀ってのはね。あとやっぱり同じ葛飾ということで、あの男は辛いの要素も入ってるのかなと思うんですよ。男は辛いよも、笑いのないところに涙があるところに笑いがあるみたいなね、そんな絶妙なスタンスになってますけども、こち亀にも通じるものがあるかなって感じでございます。はい、目覚ましパニックコミックスの101巻の第2話に収録されてます。もうね、読みながらね、おかしくってね、ニヤ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 笑ってて、気持ち悪かったと思いますけども、動画概要欄から私のね、ニヤニヤニヤついた笑顔を見たい方はどうぞリンクをクリックしてみてください。それではこち亀、ありがとうございました。いや、最終回惜しいですね、こち亀終わっちゃったのね。